お中元だと思ってもらってよ。ありがとうございます。このジュース妹が大好きなんです。妹さんってどんな方なんですか？そうですね、今高校生なんですけど、優しくておばあちゃん子で、きっと管理人さんに似て素敵な人なんだろうな。喧嘩が強い？喧嘩？一本だけ開けてみましょうか。あっくん今日は頑張りましたから、みんなには内緒ですよ。いいんですか？じゃあ僕が開けますね。うわ、八穂さんがくださったお中元ってお酒だったんですね。すみません、私が飲むので大丈夫ですよ。あっくんはジュースを飲んでくださいね。はい。それでは楽しい夏休みにしましょう。はい、乾杯。大人の色気。ただいま。おかえりなさい。おい、まさかシナ、お前彩香さんに酒を飲ませたんじゃ。ゆずちゃんおかえり。何が起きたんですか？彩香さんは酔うと人を襲い始めるの。襲い？ここは私が食い止める。ユリはシーナと一緒に落ち着くまで隠れていて。ダメよ、スミレちゃんだけ置いてはいけないわ。ユリ、会長、山梨先輩、ユリさん、逃げる？いや、先輩たちを見捨てるわけには。僕が管理人さんを何とかしなくちゃ。あっくんだ。ダメでした。管理人さん、こういうのはお互い好き合ってる人同士じゃないと。私はみんなのこと好きだけど、あっくんは違うの？好きですけど、って何言ってるんだ。やっぱりダメです。こういうのは順序を踏んで僕から男らしくリードを。あれ、いつの間にか寝ちゃってましたか。ごめんなさい、お酒は好きなんですけど、すぐ変になって寝ちゃうみたいで、私は覚えてないんですけど。あっくんが大人になったら一緒に飲みたいですね。まあ覚えてないなら逆に聞かれなくてよかったかも。あっくん？はい。私待ってますね。本当に覚えてないんだよね。